こんにちは、TS メグです。TS メグの塗り絵チャンネルへようこそ。ご覧いただきありがとうございます。こんにちは。はい、今日はですね、何をするかと言いますと、前回ですね、ちょっと前にも、ご覧いただいたんですが、ハロウィンのアレンジ塗り絵の方の第3弾をやっていきたいかなと思います。はい。で、こちらですね。100円ショップで売ってるディズニーの塗り絵になります。こちら2つはディズニープリンセスの塗り絵、こっちはクラシックスの塗り絵になります。こっちはねプリンセスしかいないんですけど、こっちはね、ダンボだったりとか、まあ、アリスもいるし、ね、ピーターパン、バンビニ、マリーちゃんおしゃれキャットのマリーちゃんとか、いろんなキャラクターがね、昔からいるようなキャラクターたちがいる塗り絵になります。で、第1弾第2弾はこちらの、アリスとセバスチャン。こっちはね似てるけどちょっと違うやつね。こっちはダイソーで買ったかな。で、こっちがセリアで購入しました。で、セバスチャンとアリエル、こっちが、はい、ね、この白雪姫ね、リンゴ持ってる白雪姫です。で、こちら第1弾で塗ったのがこれをこんな感じにアレンジして魔女にしてね、ちょうどこのマントの部分も生かして魔女っぽくして、持ってるリンゴも、ハロウィンのねジャックオランタンの感じに変えて塗りました。はい。そして第2弾がですね、このセバスチャンとアリエルの2人いるやつなんですけど、これをじゃんこんな感じで、アリエルは黒猫で、セバスチャンはナイトメアビフォークリスマスのジャックですね、の感じに塗ってみました。はい。これでね、別のキャラクターにするっていうのもすごい面白くていいなと思って、今回もそんな感じでちょっと別のキャラクターにしようシリーズみたいなのにシリーズというかね、してみようと思います。はい。で、今回使用する塗り絵はさっき言ってたこちらですね、ディズニークラシックの塗り絵を使っていこうと思います。でね、アレンジするもの、何にアレンジしようかなって考えてたんですけど、ちょっとねどうしてもねやってみたい、キャラクターがいまして、3年ぐらい前の映画でスーサイドスクワットという、映画があるんですね。こちら知ってますかねそこに出てくるキャラクターで、ハーレイクイーンちゃんというね女の子、まあ悪者なんですけど、この子をどうしても塗ってみたいなと思って、今回、これにねアレンジできそうなキャラクターを選びました。で、この子はバットマンに出てくるジョーカーの相棒というか彼女的な感じにの役だったんですけど、のキャラクターなんですけど、なのでジョーカーもね一緒にいたらいいかななんて思って、今ねジョーカー映画やってるんですけど、あっちのあのジョーカーじゃなくてちょっと見た目違う感じなんですけど、今回はこのスーサイドスクワットの方のジョーカーにしてみようと思って、こう選んだのがこちらの2人。じゃあまさかのワンワン物語ね、人じゃないんですけど、レディーとトランプ、これもね2人とも恋人同士だし、こうなんか本当のハロウィンでもすごい仮装が人気らしくって、この2人がねカップルでジョーカーとハーレークイーンとやるっていうのも人気みたいなので、このね2人恋人のコスプレ仮装にはぴったりかなと思って選んでみました。うん、この髪の毛がね2つ結びみたいなのもいいかなと思って、まあ耳なんですけどね結んでるわけじゃないんですけど、レディーは。はい。で、そのバットマンと2人で一緒にアレンジしてみようかなと思っております。はい。毛もね結構ふさふさな感じに塗っていくのが、まあ、久々なのですごい楽しみです。うん。ただね、ちょっと
動物にねこう色をつけていく感じっていうのがどうしても洋服じゃなくて毛にこう色を塗っていくみたいな感じになると思うんですけど、私はリアルでは動物にそういうことするのは大嫌いなので、絶対しないでほしいです塗り絵だけ、塗り絵だけでお願いしますね。もうなんかねすごいそういうスプレーとかで塗られてるのとかすごい嫌いなのでダメだと思うので、はい、そういうのはしないようにしてくださいねまあする方いないと思いますけど、はい、ということで、今回はこのワンワン物語のレディーとトランプの、ハロウィンアレンジ塗り絵やっていきたいと思います。使用する画材は、他にいつものねホルベインの色鉛筆ですね、こちら、はい、とを、他の色鉛筆もちょっと使うかもしれないですけど、メインはもうこちら、ほぼほぼこちらのこの色鉛筆を使っていきます。油性色鉛筆ですね、普通の、はい、とあとはまあ消しゴム、うん、を使っていくと思います。消しゴムは普通にね消す、普通に飛び出したと間違えたとことかを消すような消しゴムの使い方と、あと効果的な感じでも使っていくと思うので、両方ね電動消しゴムと手動のと使っていくと思います。はい、こんな感じで、ではこちらのハロウィンアレンジ塗り絵を制作をぜひご覧になってみてください。それではスタート。
ロイアレンジ塗り絵はオンラインレッスンのカフェトークでもレッスンが受けれます。概要欄の URL から登録していただくと、レッスンで使える500ポイント分をプレゼントさせていただいております。ぜひよろしければご登録してみてください。もちろんハロウィンアレンジ以外のレッスンもあります。基本のレッスンから質問や相談なんかも乗れるレッスンもありますので、そちらもぜひぜひ、よかったら見てみてください。はい、オンライン以外も、塗り絵教室も毎月開催しております。新宿や神奈川県の鷺沼で、毎月開催しておりますので、ぜひぜひこちらもご参加お待ちしております。詳しくは YouTube コミュニティ欄か、Instagram の方に載ってますので、ぜひチェックしてみてください。初心者の方も大歓迎です。みんなで楽しく塗り絵一緒にしましょう。こちらもご参加お待ちしております。はい、それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた。さようなら。